福岡市中央卸売市場の卸売価格は過去5年間の平均と今年8月下旬の平均を比較するとピーマンが4割、大根が3割高くなったということです。実際に福岡市の青果店ではピーマンって今旬ですか？旬ですよね、夏野菜なので。でも本当もう今取れてないのもあるので高いです。このパックだともう半分ぐらいの値段、88円、78円で売れたりして。そして台風でこんな影響も。ミニトマト今お安いですよね。そうですね、これはですね、こんな風にちょっと傷があるんですよね。傷んでるわけじゃないんですけど、高温障害とこの台風でこうやってもう全部弾けてしまったようなミニトマト。秋台風もこう来て、また9月も気温が高いって今日言ってましたもんね、1ヶ月予報で。そうするとやっぱりこう秋野菜にも影響が出るかもしれないと思いますよね。町の人は食品の値上げについてどう感じているのでしょうか。気を晴らすためのなんかアイテムだったりとかするんで、まあ、お菓子は欠かせないし、コーヒーは飲むし、子供は大きくなるばっかりなんで、大人は減らせても、まあ、子供は減らせないかな。もやしとえのきです。ダイエットにもいいよねって言って。今一部屋にこう集まって寝るとか、基本ワンちゃんがいるから24時間つけっぱなしなんですけど、24時間入れる部屋をもうここだけに限定するとか、もうそういうのにしないと、もう電気代だけで1回4万3000円とか見たときはびっくりしました。厳しいですよね。何でも高いですね。いやちょっとびっくりしますよね、あの月々のいろいろな値段を見ようってなるところはあるかなと思いますけど、はい、工夫が、ね、なかなか求められてますよ ね、 すね、まあ、皆さん家計の負担を少しでも減らそうといろんな工夫をされてましたけれども、はい、改めて VTR にもありましたが、こちらは帝国データバンク調べによる9月に値上げされる主な食品たちです、はい、冷凍食品を中心に1392品目に上るということです。僕らの頑張りで下げられるならね、なかなか難しいだったりしましたら、下がらないもんなんですね、こういうのってね。いろんな要因が複合的に絡み合ってるからですね。今回ですとチョコレートやコーヒー豆は原料が不足しているということです、はい、そしてお餅などの米の加工食品や味噌や醤油などの調味料も値上げされるということです、うん、でさらにですね、来月もこちら、3000品目の値上げが予定されているということで、来月はペットボトル飲料や抗うつ類焼酎、それからスナック菓子、チョコレート菓子を中心に値上げされると予想されています、ね、全部値上げじゃないですか、ね、この1年で上がってないものなさそうですよね、うん、だからそのライフハックというか、うん、もう技術をみんなで共有して何とか節約していかないと、そうそう、ポイントもいろいろ貯めて、うん、そうですよね、そうそう、お店によってたまりやすい会計の仕方とかあったりするじゃないですか、アプリだったりも、ね、していきたいですよ ね、 いやそうですね。で理由としてなんですが、原材料の高騰、そして物流費や包装資材費の上昇、うん、それから電気代などエネルギーコストの増加だということです、はい、この秋も値上げラッシュが続く見込みです。家計の影響は避けられないと思いますが、うん、ちょっとずつ工夫しながら乗り越えていきたいです ね、 ね、大事に食べていきたいですよね、はい。